香港チャンネル。はい、質問が来ておりますと、高校サッカー選手権の開会式で、選手たちがマスクをつけて、行進していましたが、これについてどう思いますかというところで、本当に何を馬鹿げたことをやってるんかなとか思うところでございますわ。まあ、ナンセンス。全国高校サッカー私大好きで見ておりますけどもね、本当に毎年国立に決勝は見に行ってましたけども、埼玉の方にね、行ってからは行かなくなったんですけども、ほんでまた、東京の方に国立競技場になったんで、行かしてもらおうかなとか思うところなんですけどもね、本当に情けないなというところでございますわ。ワールドカップでね、あれだけね、歓喜、そして客席で、マスクしてなくね、世界各国の方々が応援してる中ね、こういうことをやってる日本ってどうなんかなとか思いますけども、オリンピックがあって無観客でね、しかしね、そのプロ野球とか J リーグとかには観客を入れてやってたというね、不思議な現象が起きてたわけなんですけどもね、これに伴ってね、記事がありますわ。高校サッカー選手権マスク着用更新に SNS 疑問の声と、開会式の光景に変だよ絶対、世界の笑い者というところでね、出場48校の選手たち新型流行り病感染予防策を実施というところでね、屋外でしょうね、屋外でっていうのは政府もね、歌ってんのじゃんかって、全国高校サッカー選手権昨年12月28日に開幕、熱戦が展開されている、そんな中、出場48校勢ぞろい、開会式でのアルコール系に、SNS 上では、選手は奴隷にしか見えない、狂ってますとの声が上がっていると、そらそうや、というところでございますわ、ほんまにね。101回目を迎えた選手権、流行り病感染予防対策を十分に行った上で開催、来場者には、ね、マスクを配るなど義務付けたと、感染リスクを最小限に抑えた対策が施されてますというところで、その一環として、昨年12月28日に行われた開会式では、出場48校の選手たちがマスクを着用して入場行進。私ね、この開会式見ておりませんので、でも見てたらほんまにもうね、まさかこんなことやってたんかいというところでございますわ。ほんま、選手宣誓時だけノーマスクとなり、東山京都ね、本当に新谷キャプテンが宣誓の言葉を述べた。万事に備えた大会運営側の措置であるものの、日本政府から野外でのマスク着用が原則不要と謳われている事実もある。そのため、SNS 上では変だよ絶対、世界の笑い者、選手が奴隷にしか見えない、政府も野外ではマスク不要と言っているんだけど、といった疑問の声が続々と上がったと。そらそうや、と、ほんまに。ね、同じ、屋外イベントとしてカタールワールドカップの観客、ほらね、こう言ってノーマスクだったこともあり、ワールドカップ見ましたとの声も、脱マスクが進む海外とは対極に、ある日本との単純比較ができない状況もある中、選手たちがマスクをつけながら参加した開会式の光景に少なからず違和感を覚える人々の様子が あったというところで、本当にね、もう本当何を考えとるか分かりませんわ。まあね、連盟の方も協会の方もね、過敏になってね、その私の知ってるね、その方は私と同じ意見で私の YouTube を見ていただいてるみたいなんで、ある副会長さんなんですけども、去年やったらね、関東一行が感染した選手がいたので、次の試合はなくなったというのがあったかな。ね。それで私、そんなおかしな話ないやないかいと
というところです。だから、あの、二類から五類とかね、言うて、ほんだね、二類ならばもう防護服を着とかなあかんって言うね。これだけ行動制限のないね、動きもしてんのに、なんで高校サッカーとか、生徒たちの青春を奪うな、と。あの、更新して喋れへんかったら、まあね、電車の中でも喋れへんかったり、ね、屋内でも喋れへんかったら、マスクせんでもええんではないかっていうような話も出てるって、喋ってないやろ、誰も。更新の時ね。そうでしょ。っていうか、いらん言うね。ほんだらなんで試合中はなんでマスクしないんですかってなるでしょ、本当に。ちょっとそこのところね、あんま、あの、考えていただきたいなとか思いますよ、ほんまに。なんで、更新の時、いやいや、そのね、エビデンス、根拠を出してあげなさい、というところでございます。でもね、みんなね、それを してたら、そのマスクしてたら、試合できるというね、本当に、辛いとこですよね。足元を見ているって、お前らマスクせな試合させへんぞ。どこのに目を向けてんのかなっていうところで、何に対してそんなに、怖がってんのかなっていうところだと思うんですけども、本当にね、試合の時はマスクしてないっていうのは、そしてカタールのワールドカップね、そういうのを見たら、まあ皆さんが、これはおかしいって違和感を感じるのは当たり前やと思うところでございます。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そしていいねを押していただければまた私も励みになりますので。